はい、皆さんこんばんは。なんでそんな分からへんけど始まりました。お待たせいたしました。芦屋のマリアとワウテンカです。皆さんもうゴールデンウィーク、あ、まだ真っ最中。いやいや、もう終わり、もう終わり、もう終わったな。私はもう、うん、ゴールデンウィークもう、あなたはね白浜にね、行きましたね。私はもうずっとお仕事と、まあ、ちょこちょこ休んでっていう感じでしたので、うんうんうん、もうゴールデンウィークも何ももうございませんで、あっという間に終わりましてただただなんかも移動するのに車がむちゃくちゃ混んでるから、いつもの時間帯ではないからさ、もうそれだけがもうちょっと辛かったかなっていう感じで、まあゴールデンウィークやねんなと思って、まあでも最初の方だけちょっとだけ雨降ってたけども、あとはね、みんないい天気やったから、皆さんあっちこっち行かれたんですか。いいですねまあでももうねゴールデンウィークも終わったので、皆さんまたちょっと平日普通のいつもの、ちょっと気持ちを切り替えてまたお仕事行かれる方もね、いろいろ、まあリモートはもうないのかな。まあどうかな、まあ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 、でも、行く人もおるのかな、あるかもね。またねちょっと気持ちが切り替えるのに、また時間がかかる方もいらっしゃるかもしれませんけども、まあまあね、頑張って行きましょう。はい、で、まあね、今月私別に特に告知っていうのがないので、まあ、5月の29日にね、龍馬っていつもお話し会をずっとやってて、去年で一応一段落しましたが、あの子がね、いろいろこう絵のイベントとかもやって、みんなで書くっていうのをね、ほんでうちのとこで、まあ、やる言うて、まあ、いろんななんか流れで、やるってことになったから、じゃあまあやりましょうか言うて、ほんで5月の29日にね、まあ、ちょっと人数限定なんだけども、自分で自由に龍馬と宇宙を書こうかいっていう感じで、まあやろうか言うて、書こうかいや書こうかいやでも私も絵が下手くそやから、もう絵はちょっとなって、もういや龍馬私はなとかで言ってたんけども、書けますよ言うて、でも私今なんか地球はすごい書きたいなと思って、ほんでまあ私でも書けるんやったら、まあ書かれへんかっても龍馬が書いてくれるやろうと思って、おおそういうことそうなる、知らんけど全然書こうかいちゃうやん、書く書く知らんけど、でね、まあ、楽しくワイワイと自由に自分の惑星、なんかいろんなね惑星を書けたらいいんちゃうかって言って、楽しくやりたいなと思っています。でそれがね、すいませんけど今回はもうちょっと定員いっぱいになっておりまして、はいすいません、だから告知できんやねんけど、まあやりますっていうことのご報告、またね2段3段とか、またやると思いますので、やっぱりね言うといたらみんなそんなやんねんよ、そうやねん。で今回もちょっとね誘いとかいろいろこすんのにも会えへんかったりした子でね、やっぱりやりたいっていう子もいてるので、また次の時にも告知はいたしますので、ぜひいらしてください。でもうね、先にもう次会う時には行きたいからっていう人は、さっき言っといてください。本当すぐにいっぱいねいっぱいあって、待って、リオもビクショだ、もうみたいな感じで、ちょっといっぱいになっちゃったので、すいません。はい。で、今日はね、うちの息子がゲストで、家族、なんか私ね、いつもやったらすごいいろんなこと考えるっていうか、一応段取り、なんていうのかな、こういう質問も、まあ、聞こうかなとかさ、なんか、考えてくんねんけど、今日は一切何も考えてけへんかってね、なんだってもう何でも聞きたいことっていうか、まあ、何でも別に普通に話したらええやんって、別にいらんな思っておりますので、ある方がなんかちょっとこうぎこちないなんかなそやからまあまあええわと、何もどうなんですかとか言うたらおかしいやろ絶対ないからないからまあでもほんまに何やろ、2年ぐらい前だったかな、他にずっと一緒にこうやって、私がやるときに最初ね、ずっとアシスタントで支えてくれて、で盛り上げてくれて、でここずっとねかかってる CD も流してて、で自分の子供やねんけど、やっぱり本当にまあ一人の人として自分の人生をまあ切り開いていってるなっていうのも親としてね、まあ見てて、まあすごくなんかおーって思っております。でまあ、パートナーもできて、で、2人で今ね、一生懸命いろんな活動をしてて、でね、まあ、いつか出てよってずっとね、言ってたんやけどね、やっと、まあ、タイミングよく、今日ね、出れるようになりましたので、まあ、私も、ちょっと楽しみに、今日、2人がこう、なんちゅうの、コラボっていうか、まあ、一緒にやってんねんけども、2人でその演奏をやってるのって私は見たことがないし、ある？ないよ。ないな。ないよ、みたいな。
私もないから、だからそれがちょっとな、なんか、あの、見れるっていうのがすごくなんか楽しみやし、なんか、息子のようで、なんかちょっとな、あの、成長した息子を見れるっていうのも、すごい楽しみやな、と思って、あの、おります。で、もうね、せやから演奏をちょっとね、あの、してもらうみたいなことなので、皆さんね、あの、最初の触りだけ、あの、ちょっと何分、そんな長くはね、まあ、あとね、その演奏だけどうやって持ったら、あんた何の話も、あんた、りょうさんの告知が、今日もね、あの、盛りだくさんな、あの、お知らせが、あの、オトリップとして、あの、あるみたいやから、ずっと演奏してられへんからね。そう言わないかんし。だから、あの、ちょっとね、サイの方だけ演奏するんですけども、もし、あの、可能であれば、あの、イヤホンをね、つけて聞いてもらえると、すごく、あの、いい音として、あの、耳に入っていくかなと思うので、あの、ちょっとね、お呼びするまでのね、あの今ちょっとここにはなくてね違うところからあの来ていただきますのでその間にちょっとイヤホン用意してもらってあのちょっとね耳にあのしてもらえたら、ほんのねちょっと何分間かだけなんですけどもあのぜひねあの用意していただけたらと思います。で今日はだからねあのもうちょっと最初あんまりもう私が喋るのはもうやめまして、はい、やんちゃんも特に告知はございませんか。ないですよ。あの明日祭り行きますぐらいです。明日ね、あこの前も言ってた祭りか、はい、そうあずっと言ってた ね、 あの沖縄の開催琉球祭りです。琉球祭りが、ね、無料やね、はい、無料で服部緑地公園服部緑地、うんはい、であのやるからね皆さん、はいぜひお越しください、ね。あの行ってください、はい。いい天気みたいやしな、明日もね。せやからあの、はい、ぜひね、たっぷりお水持って、ヤンバルクイナベーとこうね、はい、あのみんな開催でございます。はい、ぜひ楽しんでくださいね。はい、と、はい、いうことで、はい、それではね、お呼びしたいと思います。アトリップさんに来ていただきましょう。待ちかねだからね。Smiley, can you sing this while it's my DKDs? I don't want to start DKDs.
トーマス ID スメリカオサネキアーティスピニーツフィザーフマケセリニスバードスマティスイエコーが聞けへんかったとかするからもうバカだな私も何ぼもエコーもグーって顔でエコーって言ってたもうグッグッと私やってんねんけどさ全然エコー聞けへんかった素晴らしいありがとうございましたトリップさんでーす皆さんいやすごいやっぱりあのよかったねあのこの、うんうん、みんなよかったねって私らがよかった私らはこれヘッドホンで検定してるけどみんなあのイヤホンで聞いてくれたかなイヤホンで聞いたらすごいウェーブウェーブすごいよ、うん、癒される素敵ってコメントもあ来てる来てる来てる誰誰、うん、来てる兄ちゃん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 、うんうん、ねー癒されるって兄ちゃん癒されるねカオちゃんもやカオちゃん見てくれてるのかよちゃんかよちゃんがほらラッチーさんとか紹介してくれた人よかよちゃんってね堀池かよちゃんってね、うん、そう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 かして見てくれてるわ、うん、いや素敵っていやありがとうみんな見てくれてる、うん、ウェーブウェーブすごいよあ嬉しいすごいすごいいやでもほんま、うん、やっぱあのあれやなあのイヤホンで聞くっていうかそのほんと直接耳に語りかけるっていうかさ、うん、あれがほんまにすごい気持ちいいね。なあ、もうすごいよかった、びっくりした、よかった。よかったよかった、ね、どれが良かったか。もう、ゲーのエコーが良かったのか、エコーが良かった。もう、本当、もう、私合わせて、どうしようと思って、エコーが勝負みたいな、エコーがないと。焦ってんなーって思いながら。焦ったもん、顔でも、顔で喋っとったんだよな。必死やもう。手ないかかってないかかってないかかって。よかったです。あ、すいませんね。はい、よかったですね、本当にね。うん、そしてあの、まあね、せっかく、まあ、せっかくじゃないわ。なんかせっかく、うん、あの、自己紹介。早速って言いたかったかな。早速って、そう。そやね、なんでせっかくやったかなと思って。さしすせそが違う。見てる。お前はさ、お前、よう分かっとんな。うん。他の言いたいこと、早速。DNA がね。早速やね、そう。早速、あの、まあ、自己紹介の方ね。はい。まあまあ、簡単に、まあ、皆さんね、もちろん見てくださってる方は知ってる方が多いやろうと思うけど、うんうん、初めて私の息子っていうのは知らなかった人もおるかもしれへんし、まあまあそれはもう分かってあれしてるけどな、まあ、いつから活動しててってなんでこうなあの2人でそうやってオトリップとしてやることになったんやろうとか、うん、あのそういったことあのまあいろいろあっちこっちでそういう話してるかもしれへんけど、うん、あのここからしゃべここで聞いてる人だけちょっと喋るわみたいなことをちょっと言ってくれる？特別にリクエストやな。特別なことあるかな？あるかな？わかんけど、まあ、掘り出して。掘り出して。掘り出す。今言われてなんでやってんのかなって思ったけどね。うん、まあ、はい、成り行きではあるやろうけど、うんうん、あのまあそもそも楽器やってるね。うん、楽器やってて、うん、で出会って、うん、で。まずあの声がもう特殊よね、うん、まあこの話そんなに掘り下げてないよね、うん、ああしてないねあんまり声についてはあんまり、うん、いやちょっと言ってそれ、ね、あの吹奏楽をやってたやんだから、うんうんうん、必然的に音楽関係の人たち友達いっぱいおるやんカラオケとか行くやん、うん、上手い人いっぱいおるやん、うんうん、あおるやな、うん、それ上手い人今まで聞いてる中で、うん、もうダントツ上手かったのよね、うん、カラオケ行った時にめちゃめちゃ歌が声がすごかって、うん、もう
あの人よりもうまいわじゃなくて、もう全然レベルが違うのよ、うまってなってんな。やっぱり聞いてボイトレとか行ったんやない。行ってみたけど、ほぼ行ったからじゃないね、行ったけどつまんなくてやめちゃったって。行く前から出来上がっとってっていう話も聞いて、でまあもう天性の声やなっていうので、これでちょっと声と合わせて、で俺は楽器やるしっていうので合わせたら面白い。でも多分一番きっかけになったんはライトランゲージやろうね。なんでやりだしたんやったっけ。なんか喋れるかなと思って喋ってみたのが、そうね、多分去年の 3月前後あたり。喋れるかな、よう分からんねん、ライトランゲージってな、喋るかな思って喋るもんなんか、うん、だからやりだした時なんかは家の中でライトランゲージだけで会話をするっていう遊びとかをやって鳴らしてたところもある。なるほど。でしまいにそれが歌っぽくなっていきよった。あれやろ、ニョモニャみたいなもんやろ。まあそうやな、ニョモニャ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 、ニョそういう感じ。そんなもんよ。そんなもんよ。感覚的にやるっていうところでは結局共通して、お互いだから音も好きやし、直感的に感覚的にそう音楽音を奏でるっていうことをまあやりだして、去年のまああたりからちょうどイベントでそういう動きもあったから、演奏をやって歌をやってっていうコラボレーションをやりだしたっていう感じやね。でそのおとりじゃあ、おとりっぷとしてやろうってなったわけじゃなくて、そのおとりっぷとしてやってからやろう、ライトランゲージは。そうね、もともとおとりっぷで2人で、うん、そのおとりっぷとしてやろうってなったのはその、うん、どういうあれっていうか、うん、やっぱり仕事として、うん、その普通にあ皆さん知ってるよな、パートナーっていうこと、うん、言っても大丈夫な、うん、普通にパートナーとしてっていうのってさ、誰でもそれはパートナーはできるやつできたって感じの。パートナーおったってさ、例えば私がコーテンとなんか仕事一緒になんか、うんうん、あのおトリップかなんかおトラッパかなんか分かんないけど、何を言うとんの。トラッパってない。いやもうやってほしいわそれ。確かに。何やろ。ラッパやとしてな。せえへんけど、いやそういうふうにな、じゃあそういうふうにやろうか言うことなれへんやん。まあまあ。なでもパートナーになって、うん、その一緒に仕事をやっぱりやっていこうってなった。それは何がこう二人で目指すものっていうか、うんうんうん、その。2人でこれを作り上げたいとか、何かその何かほら今日な、うん、一緒じゃないとさ、なかなかやっぱりさ仕事としてやるって言うたらさ、方向なこう一緒のとこ見て合わへんかったら、仕事ってやっぱほらいろいろ価値観とかあるからさ、だからお互いが音が好きやから、それに絡んだ何かできたらいいよねぐらいの、なんか楽しいからやろうぐらいのもんやったと思うけど、そうだよな。でも最初はまずそもそも人前で声を出すっていうことが嫌やったぐらいら、そうしないっても決めてた。だから音リップを発足した時はまだその兄ちゃんみたいやな一緒にそのコラボでライブスタイルでやるっていうのは最初になかったけど、音リップって名前自体は音かける旅やから、音とトリップで音リップって名前をつけてるから、お互いの好きなもののもう一つとしては旅好きっていう、あちこちいろんなとこに行って、まあ、奏でたりとか、その地のエネルギーとかを感じて、でまあなんかまあなんやろね、こう奉納というか参拝というか、いろいろ巡りながら旅をするっていうのが、まあそこから名前をそういう風にオトリップってまつけただけやったかな。あとはなんか活動的に実際なんかやろうみたいな計画があったわけではないかな、自然となんかそういう風になってあったとしたら、どちらかというと最初にやってたのは声の人じゃなくてヒーラー的な肩書きでいいかな、まあ手当てとかエネルギーやね。だからこっちはまあ、手での癒しとかエネルギーのエネルギーワークが、その一方でこっちは演奏してその空間を包み込むっていうやり方、まあ、もちろんそれもやってんねんけど、それが音浴っていううちのスタイルでやってるから、まあそういうところかな。まあ、そうやな、それは2人でそれはコラボ的に合ってるもんな、音でそうやって、なんで癒してっていうのはな、だから名前つけたのが後から意味をちゃんと成してきたのがすごいなとも思うねんけど、あの音かける旅でっていうこともそうやけど、音浴っていうのがまあ要は瞑想だったりとか、音を
用いてトリップするっていうことなのね。自分たちがあちこち旅っていう意味もあるけど、旅しなくてもそうサロンがあるから、はいはい、その拠点拠点でその何やろ、外向きだけじゃなくて内向きの意味でのトリップする。だから実際音浴をまあ受けた人たち、この前東京行った時のイベントもそうやったけど、あのやっぱ感想の中でまあ平たく言うたら瞑想っていうことやねんけど、あのトリップしたっていう、寝てるようで寝てないようでみたいな状態のうちでこうふわーってなって、で人によってそれがビジョンが浮かぶだとか、何か転機を得たっていうことだったり、自分と向き合ったとか、まあそういう気づきとか覚醒とか目覚めみたいなことをまあ受け取る人はまあ受け取る。もちろんそうでなくて気持ちよかったっていう人もおるし、まあもちろんね、その人それぞれの体感があるわけやな、いろいろな、それが面白いのよね。だから音っていうことであのできることやからね、まあそれがなんか武器というところやね、うちの持ち味。そうだね、なんか、まあ、やってったらその声自体もみんななんかその自分がその声の特質っていうのは、自分は自分の声は好きなんだけど、でも別にそこに意味とか何も求めてはなかったんだけど、やっていくうちになんかその声でみんな入っていくっていうか、でその感想とかをもらっていくうちに、あ、もうそういうことをするものなんだなっていうか、なんかそこに気づいて、やりながら気づいていったみたいなところも、教えてもらったよね、みんなに。あ、そうなんやっていう。ああ、やっててな。みんなに、もう受けてもらったの人たちのおかげで知った。あ、そういう感じなのか、なるほど。我々はそういうことができるっていう感じ。ありがたいな、やっぱり来てくれる方がないらっしゃるから、それで分かるっていうな。もっともっとでもこれからもそらな、体験するのっていろんな人によってちゃうから、またその、まあ、二人のはいろいろこう変わっていくと、その受ける側もまた変わってくるから、また違う体感でこんなんもっていうのが、まあ、出てくるかもしれない。面白いよね、やっぱりな。まあ、なんせね、もうこの人が多彩すぎる、もう声もだってもともとエネルギーのことをやって、ヒーラー的なことをやってるのに、声がこんなにもうすごい美声でっていうことも分かってって思ったら、なんかちょこちょこいろんなもの作ってるし、そうそうそう、それな、アーティスト性がすごい。それさっきみそか、みそかやで、みそか、みそか、さっきみそか、ほんならみそ、みそるわ、ゼロか、ゼロか、見せようか、みそるで、みそこれな、これ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 ね、あとで私ちょっとまた聞くべきだけども、消しゴムでな、反抗してんの、自分がやったんだよ。みやちゃん説明してや、これ。まあ、消しゴムハンコって言って、まあ、あの、まあ、消しゴムを彫るだけなんですけど、ただ単に。まあ、それを、まあ、自分の好きなデザインとかだったり、そういうのを、まあ、彫っていって、まあ、初めてやったのはもう十何年前にやったけど、その時はもう本当にひどいもんで。上面くんもんねん、なんて可愛い子。ちゅうかな、あの、その、掘っただけとか言うてるけど、じゃあ掘られへんねん。そうこの、この、カタカムのこのね、掘られへんねん。そうなんですね、カタカムの、ね、あの、くるくる。そう、くるくるのやつ、なるやつ。こんなんな。掘られへんねんて。いや、できへん。気づいたら掘もんねん。そう、そう、自分気づいたら掘ってて。10年前になんかこう、やってたよな、ほんなちょっと、ちょこちょこっと。ちょっとだけやってみようと思って、やってる人がいて、で、その人、その人の方がもう、もうすごい、まあすごいね、なんでもそのやってみようってやってみようって言って、一緒にやった時にひどくて、あ、もうやらないと思って、でそれからでもなんかまた数年後になんか多分フラワーオブライフかなんか掘ってみようと思って、じゃあなんかだんだんあれ気づいたら掘れてるみたいになって、でまあちょっと去年あたりに久々に掘ってみようかなと思ったら、あ、掘れると思って、なんかよくわからなくてすごいな。でまあじゃあ一個掘れたから、あ、これだけできたらもう一回もできるかなと思って、どんどんまたなんか掘り始めて、好きなもの全部形にしちゃおうと思って、でそれで掘った感じで、すごいな。だからこれ向かって左のな方が全部消しゴムのやつだよね。そうやね、なんでこれだけちゃうやんか、あんた右にもやさんで、うん、3種類ぐらいあるよね。この右のやつをちょっと言うて、これ右のやつは、左の上のやつが、マクラメ編みのタペストリーみたいな感じ、ちょっとなんかドリームキャッチャーっぽいような雰囲気で、左のあのちょっと後ろが茶色い、あ、これな、はいはいはい、マクラメなの、マクラメなんですよ。まあでもって言ってもこういう太い、ああドリームキャッチャー、ちょっとちっちゃいミニバージョンで、こういう風になんか文字をまた反抗して、こういう風にサロンとかお手洗いみたいな、そうか、なんかこういう感じのちっちゃいものも作ったりとか、
なんかこういうのがすごいなんかふと作りたいかもと思って、あできたかもみたいな、で、カモばっかりやな。そのままそのままあんた A も見したらあんだら持ってきてるから、その A もじゃあちょっとやってみたですね。この中にあるやつ、この中にあるやつね。下の方のやつが A やね。実際に持ってきてるので、下の一番あの人のっぽい顔のやつは持ってきてはないんですけど、羽、この羽のシリーズとこういうような、すごいな、こんな感じ見えるかな。綺麗綺麗、うわ羽綺麗わ、羽綺麗、見て、羽の種類、綺麗。私でも描かないかな、こんな描きたいね、描きたい描きたい描きたいね、やっぱりワークショップ希望の人が多い。これ描きたいけど描かれへんな。これはできます、できる、できます。うわー綺麗、ワークショップやね、綺麗わ、こういう今羽を作って、見てこれ、生で見てほしいな、なんか、うん、色がね、色がね、でも綺麗けど色がね、もう絶妙にいいの、この色合いが、そうなんかな、こ細かいところがな、グリーンとかも見て、この、その大きな色だけじゃないねんな、なんかグラデーションとか、何色か、すごい面白い、これいいよ、このかけるか、かきたい、かきたい、自分でやりたい、すごい、だいぶかきたいね、描きたい、描きたい、できますよ。まかいや。途中で、あみやちゃんやってよ言って。こんなの羽はシリーズでいろんな色があるけど、たまにこうまた違ったタイプのキャンバス地で描いたりとかっていう。やってほしい。その時に思ったままに、なんか。なんかそれやりたいと思ったら、なんかそれをやってやるみたいな感じで、なんか私もよく分かってないっていうか。すごいなぁ、これ絵の具、私のちょっとじゃあアクリルです、アクリル絵の具、私はこれどうしたの、私これね、あの消しゴムね、そう消しゴムね、カタカムなのこれね、こんなんしてね、こんなん箱こんなんしてくれて、こんなんしてくれて、なんやなんや、なんや今の、こんなんしてね、こんなん書いてくれて、恥ずかしい、ここや、ほんで上画面に見せどうすんね、あちゃく、どこに見してんの、え、どうなってんの、これか、そっちそっちそっち、そっちそっち、これ、これがね、カタカムナの7、すごいね、え、だってこれが消しゴムなんでしょ、消しゴムです、消しゴムです、写ってる、これちゃんと、あー、いい感じいい感じ、今綺麗、美しい、これが6種でね、もうね、私だから押しまくってるよ今、もう、嬉しい、あの押しまくって、押しまくってる、あ、綺麗、今よう見る、いろいろこう、みんなあの買ってくれた手紙とかこうするときに、いつもこれ押して前面にバーンと押してね、あの送ってんやんか、エネルギー注入で、そうだからすごい、すごい、すごいな、そうですね、こんな感じでふんでやってんねんね、だからそれは販売はしてんのかな、今は個展を目指して、ものすごい数を作っている、今のどんだけ作ってんの、今60個羽60枚、羽60枚、60枚もあんの、とんでもんな、はい、で100枚ぐらいできたら、まあそれ、その時にまあ個展をして販売と一緒に、個展というのはどっか会でするの、あとサロンで、初めはサロンでやったらな、個展とかな、やっぱ高いかな、そこまたな、会でするのな、でもあそこ広いから、サロンで、みんなサロンも行きたい、あのラッチさんもすごいサロンが大好きで、もほんまあそこはもう、あのゆうたがあそこ、あの引っ越しするときには言ってって、もずっと言うから、次私が住みたいから、引っ越しせえへんかな、予約やな、場所も予約っていうぐらい、もう心地がよくって、あそこはほんまにあのいいって言って、あの言ってるから、だからな、やっぱりそういうとこで、あのエネルギーワークやったり、そうやって温浴っていうか、すごいやっぱり、あのやればやるほど、ほんでまたきっとそれで、そこがバー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 ってきたんちゃうかな、空間が、土地が絶対良かったんやっぱり最初から、でそこからさらに自分たちが入ったり、イベントやったり、いろんな人が来てもらったりで、サロンが成長してってるのよ、すごい波動上がってる感じやね、なるなる、やっぱりそうなる、いやだからほんま やってほしい、個展な、楽しみやな、いやこれは俺も楽しみ、そうなのすぐできるやん、と60点もあったら今でもすぐ、とりあえずサロンでも一応100目指すよ、100くらい、なんかあんねんな、100くらい、なんか100がいるね、なんかあるらしくて、100いるねん、いんのかいるね、わかった待ってる、でもほんまに反響はすごい、いろんな人が欲しい欲しい言ってて、
でもそのなんかこれを作ってる時もなんか自分の意図というよりかは、うんうん、なんかもう未来のオーナーさんがいるっていう設定なんですよね。うーん、なんか、うん、がちゃんと先にもうね、先にもう自分作ってて今産んでるところなんだけど、もうこれはあなたではないというか、決まってるのか行き先が、うん、なんかもう選ぶ人がそこにいるっていうことを伝えられてなんかやってるから、だから、だからどういう色とかっていうのが自分の好みじゃなかったとしてもそれを生み続けるっていうか、うん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 、なんかそういう、うん、だからあなたの羽を見つけましょうっていう、見つけましょうみたいな、そういう感じのテーマで、うん、だから今日はこの、まあ、黒丸で赤っぽいのと青と緑と代表的なのを持ってきてるけど、うんうんうん、まあ、60年いろんなで羽のやっぱり雰囲気とか形とか、うんうん、それもな違ったりする、若干やっぱ違う、違くて、これは木、これ木です、木に描いてんだな、木もええな、うん、もうだこれも多分も自然とこういう形になってったんですよ、うん、キャンバス、最初はねキャンバスすごいいろいろ悩んで探してたけどね、木に描くっていうのがいい、試してみようかって言ったらだいぶ落ち着いて、ね、全然、うん、これになっててやっぱ自然とずっと木やなっていう感じだね、うん、木と羽っていう不思議な、いすごい、ね、いいなぁ、持ち出すのが大変なんや、ね、いいなぁ、何そのいいなぁ、いや私はほんまにっていうのはほんまで自分ができへんからさ、やっぱりできる人がすごい尊敬すんねんな、やっぱすごいなぁと思って、でも自分でもちょっとぐらいなんかなやりたいなぁと思うやん、やっぱりさ、まあいつぐらいにできるかな、古典、そうだね、楽しみにしてる、まあそれまたな、どうせ年内には告知、告知はまあ、どうせまたするからな、すぐにわかるやろうし、私もバンバン出すから。バンバン。いやー、すごい。で、告知4さんあったから、どれから行きましょうか。こっち4。朝？そうね。これで、行、ね、きますか。あなたのこれ、はい、うん、ちょっと告知してください。この5月ね、先月4月は東京まで行ったんですけど、今回また最長の旅で茨城まで行きますと。うん、で、その、茨城、去年も、縄文祭、ネオ縄文祭っていうイベントで出させてもらった時に繋がった、まあ、ネモちゃん、まあ、タツニーって呼んでるんですけど、タツニーにお呼びいただいてですね、この5月の14日、他は、ネモちゃんちということで、タツニーのお家を会場で、まあ、僕らの温浴が体験できますよっていう、うん、もうこれはお気持ちでドネーション制でやるのが2枠あって、時間、あ、細かいのが見えない、まあまあ見てもらったら分かります、ま、細かいのは見てもらったらいいんですけど、ま、なんせ2枠あって受け付けてて広げてもらってで、あとはまあなんかグッズがあればね、もう、うん、販売で持ってったりとか、あとそれぞれ簡単なカードリーディングとか、まあ、ミレーも、さっき言ってたエネルギーの、まあ、ヒーリングだったりっていうのもちょっとやってたり、まあ、これはね茨城なんで関東周辺の方でもしご覧の方がいたらいいかなっていうのと、15日の日曜日は朝一ということで、まあ、早朝多分8時半か9時頃から、早いね、早く走んねんな、これが去年お世話になった会場で、フォレストピア、七里の森っていうね、随分7という数字に惹かれてた時期やったけども、そこの会場で朝一があって、まあなんかお祭り気分でね、ちょっとこうどんちゃんどんちゃん我々も参加してやってますよと、なんかいろんなね地元の、まあ、お野菜とか食べ物だったりとか、まあ、文化のある、いろんななんかグッズやら販売やらとかもワークショップも多分あるでしょう。これはどこ、朝市は、朝市もまあ同じく茨城の上のあたりで、だいたい白里町っていうちょっと栃木寄りの茨城の中で上の方になるんですけど、まあそんなことで行ってきますっていうのがこれですね。なるほど、はい、そうだよな。次のやつが、はい、この右側のね、才の角ミニ温浴会っていうのが、茨城に行く道中長野に寄りますよと、長野県の上田市にある才の角っていう、カフェ兼ゲストハウスの、すごい素敵なね、まだでも行ったことはないんですけど、これもご縁でおつなぎいただいて、今回場所を、まあ営業時間中にはなるんですけど、ちょっと一スペース一区画をお借りしてミニ音浴会、まあ、同じく先みたいな形で演奏とか声とかやって、まあ、グーダドラムももちろん演奏したりとかっていうのを、これも、ワンドリンク500円で参加できてすごい気軽に来れるので、あとはもうドネーションで参加料はもうお気持ちでっていう形でやってるから、かなり
来やすいかなと。なので今度はまあ中部地方の方なのかな。長野マニオトリップやな、ね、長野県周辺の方ぜひ遊びに来てくださいっていうことで、左側はちょっと先です。6月の、頭の方から個展をされてる方がいて、ジャコボルビーさんという方が僕のハンドパンの楽器の方のレッスンを今受けてる生徒さんで、個展を開くにあたってじゃあせっかくなんで一緒にコラボして、うん、で、今僕の方で習ってるそのジャコさんもやってるハンドパンの演奏をせっかくだから発表披露しようっていうことで、まあ、個展コラボっていう形で出させてもらって、このチラシは6月6日の、個展中に僕が、単独でやる、まあ、演奏イベントなんですけど、4日5日やったかな、まあ、あのオープニングの、オープニングパーティーでジャコさんと一緒にコラボして演奏するっていうのもやったり、まあまあ、あの結構面白い、このジャコさんについても喋るとちょっと長いけど、あのすごく面白い絵を描かれる、あの児童書記って本人も言ってて、ファーってすごいもう、ね、宇宙人チックな絵を描かれる人で、これが神戸の、北野、北野のスタバは多分一番わかりやすいけど、北野のスタバのもうすぐ目の前にある、ギャラリーで、名前が何やったかな、この、まあ、これじゃなくてどんなか宇宙人の絵とこれ、これもそうだけど、うん、あれね、鉛筆でも描いてるやつとかね、線がシャーってなってるようなねとか、でも何やろ、サンゴのオブジェ、オブジェでサンゴをこう色を塗ってしてっていう、そういうオブジェ型の作品とかも作ってたりとか、そうなんや。とかね、あの NFT って多分知ってる人は結構あの有名な、まあ、アートの関わるそのなんか、うん、なんて言ったんやかな、うん、なんかそれとコラボするような、ね、システム的なところになるんだけど、デジタル化というかね、うん、アート作品をデジタル化するっていうなのとちょっと絡めて、うん、まあ、つながるっていうことで、うん、個展にお呼ばれしますという感じで、すごいな、どん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 、ほんまや、ほんまやな、活動がね、まあ、ぜひぜひ、ね、まあなね、神戸の周辺の方はギャラリーも常に開放してるそうなんで、1週間ぐらいやってる、ね、6月6日な、先、うん、またちょっと先やけどな、ちょっと皆さんメモしといて、はい、まあ、またあの近くになったら、あの、うん、ゆうたの方からまたこれは告知はな、ぜひぜひ、ね、うんうん、SNS でまた上がるんで、それをね、うんうん、詳細はまた見てもらったらと思います、チェックしておいてください。これ最後で何やったっけ、もう1個、あ、これ、ああ、これね、これね、左側の赤いのね、集まれドラゴンの集いということで、うん、アツドラって略して言うてやってます。リュウセラピストのコウエンちゃんっていう方とね、うんうん、コラボでやってるオンラインのイベントになります。うん、これはもう月一でやってて、うんうん、リュウが好きな人とか、リュウに興味があるとか、リュウな人と情報シェアとか、うん、なんか意見交換してこう深めていくような、うん、まあ、場作りを今やってて、うん、でそれを YouTube で、まあ、配信もしつつ、Zoom でオンライン交流会という形で今やってますよっていうの、へえ、何人ぐらいいつもこう集まってやってんの？まだやり始めやからね、あの、ま、数えるほどでぼちぼちやってるけど、うん、この今月は5月の23日の月曜日に、うん、いつもちょっと夜遅いけど今回は8時ぐらいからスタートして約2時間ほど、うんうんうん、定期的になんかあの何ちゅうのが決まってへんのか、あのな、月の初めの子何日とか、そうね、毎月毎月次回何日にって決めてるから、あーはーはー、そうだよな、へえ、まあ、これもね、あの発足したてで年明けからやってますよ、はい、どんな話なん、まあ、ね、今日どんな感じでしてんのいつも、うん、それこそあの旅の中であのリュウとのご縁があったエピソードを、まあ、シェアしたりとか、逆に参加者さんの方から、うんうん、とんでもないエピソードが来たり面白い話が出るから、それを何やろなこれって言って掘り下げたりとか、それぞれの持ってるあの知識とか、まあ、経験とかをシェアして、なんだろうねって言いながらこう話を深めていってっていうような、とか、まあカードを使ったりとか、あの実際に竜の方からテーマをもらおうっていうので、話題のテーマをカードで出したりとか、それについて、だから結構でも面白いのよ、
ちゃんとシンクロというかリンクしてて、先月なんかはありのままの自分を受け入れることっていうテーマがあって、それについてで、今月は魅力的になる勇気っていう風に、まあ細かく言うとそこもちゃんとつながってるよっていう、へえ、そんなイベントオンラインでやってますよ。へえ、面白いな、はい、モリモリや。へえ、そうだよな。じゃあこれはだから別にみんな龍のことに興味があったり、なんか一緒に私も龍の話したいなとか、別にそのあんまりわからない人でも、もう誰でも別に入ってきてもいいね。全然なんかあの龍のこと全然知らんけど気になるっていう人こそ来てほしいの、むしろ気になるっていう人こそ来た方がなんか面白いと思うのよね。ほんならね、あの誰でも歓迎です。なんかあんまほら龍のことを詳しくなかったらちょっと入った方がいいかなとか思ったらあかんからな。常にそれは注意して言ってる。あの全然気にせんと来てほしいっていう、気になったら龍って何みたいな感じで入ってきたらいいってことやね。そうやったらな、みんなあの気軽に来てもらって、あのどんどんね、あの行ってみてくださいこれね。はい、でこのもう右側はね、さっき喋ってたような内容だから、まあこんな感じでうちのサロンでもあのフォト旅ということでやってますよという感じでございます。そうだよね。はい、ようさんございました。はい、ございました。だからまあ普段はなあのサロンでその、うん、まあこうイベントもやってるけど、イベントやってへん時とかは、うん、あのほら何グーダー教え、そうそう、レッスンもやったりとかね、やったりしてんのかな。で、うん、ミレイちゃんはサロンでその彫ったり、そうね、ものづくりをね、ものづくりをひたすらやってるっていう感じ。みえちゃんは別にあのオンラインで何かやってるとかっていうのはないの？は今はないかな、ないですね。そういうのせえへん。あ、でもなんか多分これからぼちぼち何かが始まろうとはしてるのはちょっとそうだよな。そっかそっか。ほんならまあこう一生懸命やってるので、あとこっちはもうこれ教えて、常になんかいろんなことやってるね。あ、そうだよな、いろんなことをやってるから、もうこれ一個っていうのがなくて、そうだね、なんか突然やるっていう、なんか何かが来るから、うちにも入ってるし外にも出るしで、だから定期的にこの開催っていうのは逆に難しいっていうか、いろんなことが入ってあちこちな、出するからな。あんまり決めるのも、あんまり決めたくないのもある。なんかそんなのなんかあんまり自由なんか自由になんかな、その時でやってしまうってこうなーって行きそう流れる感じがいいと思うわ。本当にタイミングとかご縁が余計にこうなんか強まるというか、タイミング合わへんとなかなか会えないかったりとかするから、本当は先の予定を組んでしたらね、あのみんなもスケジューリングしやすいねんけど、まあまあ、そうすると旅がやりにくくなったりもするから、そうやね、もうずっとフラ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 してる。なんかそうやって掴んでいくんかもしれへんしな。そうそうそう。なんかこっちのそなんか何か参加したい側にしたら、ちょっと日にち決めといてもらえたらいけんのにとかって思うのもあるかもしれんけどな。でもやっぱりまあそれもタイミングっていうことやな。だからな、来れたらよろしくっていう、すいませんって。だからもうその時のタイミングでまたやりますし、その時にまたてもらえたらみたいな感じで、あれやな、そうだよな、はあ、頑張ってやっとんねんな。頑張ってます。ぼちぼち、まあでも楽しいからね。いいよね、生活を一番にしてるのがいいからね。楽しいのが一番やからな。楽しい言葉足らず。楽しいしか出ても小学生みたいな回答出てる。ええね、楽しいからええね、楽しいからええね。みんななんかどうなんやろな、なんていうプライベートのそういういろんなこう、話みたいな、みんなその2人のことってあんまり知らんの、知ってんの、私生活みたいなこととか。プライベートで会った人にはなんか話したりとかするけど、 あ、ね、あんまり2人でそのことは、オープンなそのイベントとかでそんなに2人の話って、まあ、する暇もないけど、そんなしてないね。パートナーですぐらいですか。そうだよな。ほんならここで喋ってもらおうか。そうやな。なんちゅうの、みんなが普段あんまり聞かれへんようなことを、聞いた方がいいと思うから、どうしようかな。じゃあどっちからしようかな。いや、ミレイちゃんはじゃあミレイちゃんはそのユータのどういうところが一番、まあいいというか、まあ
ここ言うとこういうところがまあいいというかね、好き、まあ好きもそうだし、例えば好きもそうや、尊敬も何でもいいけども、ね、ここは私はいいといいから一緒におれるとかね、そのなんか、でもここがここちょっとなとか両方あれやん、誰でもそうやけど、みんなそうやんか、ちょっとここなって思うのをちょっと聞きたい。いいんちゃう、どんな、そんないいんちゃう、こう、あ、それはいいな。でも私なかなか新回答かもしれないよ、なんかあまり普通の新回答、ええねえねえ、ちな、なんでもええねん、チンでいい、チンでいいから、チンでいいから言うてごらん、チンでいいから言うてごらん、まずは言って、まずはあげとこ、まずは言うたらあげといて、ちょっと本当変かもしれないけど魂が好き、うんうんうん、だからなんかその性格何かとかとかそういうのがちょっとよく分からなくて、うん、なんかもうその魂で持ってるものそのものエネルギーとか走ってるもの、うんうんうん、自分の中に内在してるものとかそういうもの全て含めて好き、うん、だからなんかあんま人間的なこと聞かれるとちょっとよく分からないっていうか、なんか優しいからとか、でもなんかそれは性格だから、うんうん、まあ、優しいから好きだよとかはあるけど、うんうん、なんかそのものっていうかもう存在そのものが好きかなっていう、うんうんうん、そうなんな、うん、ありがとうございます。うちの息子本当にありがとう、こちらこそもう大喜びでございますね、知らんけど知らんけど、そんな感じで ね、本当に喜んでいただきありがとうございます。ほんでなんかここちょっと、まああのさ、暮らせへんかったら分からへんけど、暮らしてったらさ、分かることってたくさんあるやんか、だから一緒に暮らしてっての、でなんかこう今までそうと思えなかったけど、あ、ここちょっとあらみたいな、ちょっとこう、うん、え、意外になんだろう、そのあらさえも許容範囲っていうか、うんうんうん、あ、なんかあらもあらら面白いぐらい、あ、うん、なんかそのなんだろう、マイナスとかネガティブ面みたいな見えるところさえも、うんうんうん、私からすれば全部面白くて、あ、なんかその人のなんかそのスパイスみたいな感じだから、うんうんうん、なんかあんまりそこのネガティブさがないっていうか、そう、多分人だったら嫌だろうなとか無理だろうなって思うとこは私にとっては面白さだから、あんまり、うん、よかったな、ゆうた、すごいやろ、いや、ゆうたがよかった、ほんまにこれいやほんまに、うん、もう面白い、そこをやっぱり反応しない人やったから、うん、ゆうたはよかった、思ってもな、思ってもなんか大概あのゆうたもややこしいから、ゆうてもやっぱり本当にだから、それを、うん、そう思ったから、だからミレイちゃんじゃないとあかんかった、うん、そうやな、よかったよかった、うん、そうなんやな、うん、でもそれはさ、うん、誰に対してもってこと、うん、そしたらそのゆうたじゃなくって、うん、その誰に対してもそこはネガティブなそんなが見えても、それも面白く見えるの、それでも言うたやからそんな風に感じれるの、うん、あ、でもそのやだ、合わない、相性として合わないっていう人は嫌だと思うけど、うん、でもそれもその人の持ってる個性だし、うん、この嫌だと思ってるのは私の反応だから、うん、面白い、嫌だ、嫌いだし、うん、嫌いは嫌いだけど、うん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 、でも面白い、うんうんうん、なんか全部が面白いって感じかな、相性があるからな、うん、まあ、嫌いは嫌いであるけど、ね、うんうん、嫌だとかはあるけど、でもそれも面白さの一つかな、じゃあ、まあ言うてることはもうそのもう魂でそう見ても好きやから、うん、まあ、相性の問題で、まあ、好きな上に、まあそれもあるから、もう別に気にならないっていうか、はーっていうところはないってことやな、もうなんかはーと思っても、はー面白いね、頑張れみたいな、まあ、ちょっとそんな思う時もあるのあるねんな、あるけど、もうあのあるけどみたいな、あ、そうなんやなみたいな、人間的な回答するんやったら考えすぎっていうところやだから、やっぱりでも面白いよ見てて、うん、だからそれもあり、うんうん、そうそう、キャッキャッ、もうくるんでる部分やもん、あ、そうだね、うん、でもそれを別に嫌だとかちょっとなとは思わないかな、なんか人間喧嘩になれへんな、じゃあそのだって、いや喧嘩はまああるっちゃあるけど、普通の喧嘩じゃないそんなないね、去年はね、まあやっぱり暮らしたてやからいろいろ最初はな、まあでもそれって大概俺が葛藤してるだけやから喧嘩も何も、俺が一人でなやん、わーなとか、あとはもう二人とも生理やなっていう解決そう俺も生理あるっていう、うん、こっちも生理、もしゃあないねっていう、ああ、まあな、わかるわ、一人で、うん、そうそう、それは私と見てもな、合わへんときゃ合わへん私一人でなんか怒ってるから、一人でなんかってるから大体黙るから、喧嘩って言っても喧嘩になるとしたら、あの静かになるっていう二人とも、あ、何、もうなんかこう、何やろ、内省していく感じ、俺はなるようにしてる、
て言ってもしゃあないし聞いてないしっていう、うん、一緒で私も言ってもしゃあないし聞いてへんよな、でもなんか聞いてない、でも言うとんね、私ちょっと違うよ多分だいたい言うてるけど、多分黙っててもなんかいっぱい出てるからこう、あの、あ私ねそうそれは黙ってて一緒やと思ってたよそれは一緒やと思ってた、黙っててもなんか言いたそうだな黙ってても喋ってんねや、なんか出てるから出てるな、出てるな、出てる、黙ってるけどな、 DNA がすんません、 DNA がそれはあるわ、うん、全然隠せてないオーラが、うん、漏れねえな、一やしなんで、うん、あごめんごめん、金がなっていうのは、うん、まだね、もう嘘つかれへんとかで、うん、そのまんまになってまうからな、ね、そこがな、聞いてもらえないから黙ってよってもう言わなくても出てる、うん、ここら辺で喋ってるな、喋ってる、もう言うてんねん、それもでも分かんねえな、分かってるな、そうなんで今黙ってんのはそういうことやなみたいな、全部ちょんまり、うん、吹き出しで出てます、多分ポポワンポワン黙ってます、そうだね、そうかも、いやでもほんまにありがたい、だからそう、いやほんまにいやほんまにそうやね、それぐらいの大きさでゆうたのことを理解してくれへんかったら、いやなかなかおまかんやと思うんだよな、ほんまに、だからよかったね、ね、ありがとうございます、こちら長くよろしくお願いいたします、こちらこそで、ゆうたは、はい、逆に、ゆうたがみれちゃんに、ここがほんまに、ね、うん、いっぱいあるだろうね、好きなとこもそうやけど、うんうん、いっぱいあるだろうね、いろいろね、いろいろとね、そうだろうね、でも結局なんか今のになんかリンクすると思うけど、うん、あのもうそのなんて言ったらいいんかな、客観視とか俯瞰する力っていうのが絶大やから、うん、だから、うんうん、あのいい意味で影響されないわけよね、こっちが落ちたりとかどういう風になってもミレイちゃん自身かな、人間的にはそれは傷つくことはもちろんあるけど、うんうん、でもそれを面白いって言って捉える人なんか絶対もうおらへんと思ったからそれがすごいところよね、でだからそのなかなかおらんと思うよ、でももっともっとちゃうもっともっとちゃう言って言ってそこは欲しい欲しいねだからそういうとこはすごい面白がれるっていう、影響を受けない、うん、なかなかいないと思うよ、本当にやっぱりあの人間の感情で生きてるから、みんなやっぱ感情が出ちゃうから、やっぱり影響されることもやっぱりあるからね、だからそこが、うん、だってミレイちゃんのその年でやったら私はもっと炸裂してたと思うから本当に本当に、ね、もうあの究極的にバカになれるっていうのはすごいよね、小学生みたいな状態に なれるのがすごいよね、それを、うんうんうん、あのなんか自然体にできてるというかね、そうだからいい意味でバカになれるっていう、うんうんうん、大事大事大事やで、バカになるのはな、うんうん、大事、まあ、しょっちゅう私もバカになるもんな、なるなるすぐなんで、なる長所は短所やし、短所は長所になるから、うん、今のがひっくり返ることもあるわけ、ね、うん、俯瞰しすぎるっていうことがどういうことになるかって、うん、冷めてるっていう風にやっぱなったりするで、感情がなんかどっか行ってたりとか、なんか冷たいっていう感じがやっぱりする時もあるし、うん、なんかこう分かってもらえねえっていうようなのがあったりするわけ、うん、なんか置いてきぼりみたいな聞いてねえなこいつあれみたいな、吹き出しいっぱいそこがそうそうそうそこがちょっとなっていっぱいなったりなってそうそうなってるからそこがな、うん、だから客観視とか俯瞰ができすぎる人っていうのは、うん、そこに気持ちが乗っからないっていうふうになって、うん、我ここにあらず状態の俯瞰しすぎて、うん、っていうことになったりするから、うん、そういうのは、ね、それはもう表裏一体もなだってな、うん、じゃあそれをなくしたらってどうなるかと感情的な人間になってますしな、あまりにも主観的になってますしな、バランスはまあ取れてんねんけど、あとはもうバカになるっていうのも、あのバカになりすぎたらもうあのお父さんお母さんになっちゃうよね、こっちが、うん、もう散らかってるとか言うからこっち細かい人間やから、そこがあのすれ違うところになるよね、なるほど、だから自由奔放さはすごいあのこっちも学んだりとかするところであるけど、逆にもうってこっちが片付けなさいみたいな、そうそうそう、子供みたいな、になるお片付けしなさいぐらいの何やってんのみたいな、やるわみたいな、溜まってるってやんねんで、やんねんけど、うん、タイミングが違うねん、あ結局そうやな、見える時とね、そう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 、まあでもそうやそうや、やろうとは思ってるけど今じゃないね、あ分かる分かる分かる、でも今見えてんねん、なんか今そういうこと、こっちはな、そうやねん、ちょっとで今見えてる人にとったらなんかもう見えてる、何年何年何年でもしゃあない、でもこっちはなんかまあ後でやるのせんもん、やる思うとんねん、こっちもな、やるんだよ、そうやるんだよ、子供がよく後でやる
やるからっていうのでそう今やろうと思ってたのにっていうのもうやれへんみたいなもう言われたからせえへんみたいなそう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 絶対風呂入ったらへんとか思うな風呂入りって言われたら、うん、れ絶対入れへんと絶対に入る反抗期がすごいそんな感じわからんでもないわからんでもないそんな感じだから大雑把さやねそういうところはよくも悪くもっていう感じでねそうだね、ああそうだよな、うん、面白いわだからそんなんかでは最初その、うん、一緒に生活した時になんかちょっとこうあの、うん、まあやっぱ喧嘩じゃないけどなんかちょっとこうな、まあうん、こう実践編に入ったわけよねだからいざ生活することに、うん、あまあまあそうやな体験する、うんうん、学びも大きいしね、うん、もう5分前であったびっくりするです早い、ね、一瞬でえ5分前でした早っさっき10分やってんけどな、ねもうそうかそんなよかったまあでもそんなあれやな、はいねはい、答えでじゃあなんかこう、うん、なんていうのかな将来的じゃないけどこうなんか2人で何かこう今後まあもちろんこの活動もそうやねんけど、うんまあ、活動のことでも何でもいいんだけどもこうやっていこうってどんな風なことを目指して、まあ、このままやっていくのはそうやと思うけどな、うん、こうなったらいいなとかなんかそういうのっていうのはあるの常にいろんなことやりたくなるからな。今最近でやりたいなと思うのは太鼓やね。太鼓で、うん、あ太鼓、太鼓いいな。ブワーってしっかりこう表現のできる演奏とかライブをまあしっかりめにやりたいなっていうのはあるかな。さっきのジャンベとかじゃなくて太鼓。あジャンベもやし、グーダもハンドバもいろんな楽器を全体的になもうブワーってやるようなそうとかは思ったりする。だから2人でももちろんやってるしそれはそれでソロとしてとかあとやっぱいろいろコラボしたい人とか実験をしたい人っていうのがいろいろある、うん、この前だから面白かったあの食と音、うん、ご飯に音を混ぜるっていう、うん、そういう実験とか、うん、あでも美味しくなるとか言うからね、うん、そう何でもしてるだって花買ってな音いい音を聞かせてきれいにさ混ぜ方とかなそんなのあるもんね、うん、そんな、そんな、まあ、ちょっとそれ話したら長くなるけど、うん、っていうふうにまあなんかいろんなこう実験的なイベント、うん、面白くいろんなことをやりたいなっていうのは思ってる、うん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 、あとはもう音浴やね、うん、音浴をもっとしっかりこれも結局やりたてやから、うんうんうん、あのもっとあのやるたんびに毎回思うけどほんまにいろんな人に体感してほしい、うん、あのめっちゃおもろい、面白いね、これはもうすごいから体感せんとわかんからちゃんとみんなに知ってもらえるようにそこの幅は広くしていきたい、うん、ここのなんかこうね交流もしっかりやって、うんうんそうだね、みんなのその魂の旅とか潜在意識の旅っていうのをやりながら聞きたいっていうのかな、うん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 、みんなのその人生の旅っていうか、なんかそういうものをなんか触れたいな、やりながらっていうか、なんかそんな感じかな、うん、それを広げていきたいというか、まあ、一人でも多くの人にそれを体験 してもらいたいっていうのが今のまあ2人の、もう何も考えないでいろんなことはやっていくと思うから音楽音リップをちゃんとしっかり、うん、トリップをやってトリップ、うん、やっぱりトリップが面白いっていうか、うん、全国なんかほんまになんかもう北海道かな、なんかわーっとこうほんまやなあ行ったらいいよな、回るといいよね、でなみそうみんなになそうやって来てってこう呼んでもらえるようになったらなできたら、本当に今度はねこの5月中旬の茨城も呼んでもらえるのは本当にあのその兆しを感じたから嬉しい、ね、ありがたい、うんうんうん、体験してほしい、なんか広がる感じがするな、うん、広がっていくよ、でもほんまこの前からその あなたはまだ行ってへんけどその流水道って私がな、うん、行ったらええって私だけじゃなくてあっちこっちからもなその流水道、うん、流水道って聞くらしいな、はいはいはい、3回ぐらい違う人から聞いて、うん、もうこれ何やと行くしかないもう呼ばれて分かった流水道やな言うて、うん、もう行くと、うん、また龍かみたいな、まあ、龍は集めてるでしょ君って言われたことあるから、ね、そこにもね八大龍王様がいてはるから本当に、うん、あのぜひ流水道に行ってみて、流水道でもあのそういうあの演奏っていうかできるみたいからな、うん、そういうのやってはるみたいよイベントとかね、うんうん、だからそこでも、うん、すごくいいと思う音は、うんうん、だからまあ、ね、広がっていってあちこちでほんまになんか次からはなんかゆうたあのゆうたのお母さんなんですか、ね、有名人の母あちこちでそうなんか目指してあるみたいであのミレイちゃんのあ芸のお母さんですかまあとか言ってそうなのみたいななんかこうそうなりたいみたいな政府にこうなれる、そうそう、全然この有名になることに欲がない人たちみたいな勝手に有名ここまであるから、そうだ、
ってほしい。まあ、有名っていうか、まあ、せやな、別に有名なあかんわけじゃないから、私がそれ言ってもらえたら嬉しい。そうそう、そうなんだけど、やっぱりさ、なんかその活躍していけたらさ、あちこちでさ、やっぱりみんなにそうやって。うん、だって今でもそうやってラッキーさんとかあちこちで言うたのあれですって言って言うことはやっぱり言うたの顔が広がっていってねんなって思うとすごい嬉しいねんな、うんうんうん、だからなんかそんな風にして広がったらな、まあ、今日もこれで多分つながった人が何人か あのね、あゆうたくんのお母さんなんやってるまあ、まあ、現象が起きてる、現象はね起きてるということで8時になっちゃいました、なっちゃいました、すいません、皆さん8時です、はい、全集合なんでやねん、何やねん、終わりやはい、終わりました、はい、すいません皆さん、はい、じゃあどうも本当にありがとうございました、ありがとうございました。